ハリケファロブス・メフィストは、線形動物の一種である。ファウスト伝説に登場する悪魔、メフィストフェレスにちなんでこの名前が付けられた。プリンストン大学教授のタリス・オンストットが2011年に、南アフリカの近郊の地下約3.6キロの深さで、発見した、線形動物の一種。この発見まで、線形動物は、 地中数十メートルの深さまでしか確認されていなかった。同じように地中数キロの深さで生息することが知られていたのは微生物だけで、ハリケファロブスメフィストはそうした微生物を餌にしていると考えられている。体長は約0.5ミリ程度である。ハリケファロブスメフィストが見つかった水の放射性炭素年代測定から この水が3000から12000年前のものであることが判明しており、ハリケファロブスメフィストが数千年以上前からこの地下に生息していたこと、並びにこの地中深くの極端な高圧と高温の下で生存するよう進化してきたことを示している。またオンストットらの調査によると、この発見はハリケファロブスメフィストと同じように酸素が少ない環境下で、 別の線形動物が発見される可能性、地中の生態系が、これまで知られていたよりもより複雑である、可能性を示しており、さらには、太陽系における、他の惑星の地中にも、同様に生物が存在している、可能性を示しているという。ABCD デイブ・モッシャー、地下3.6キロに生息する線虫を発見。ナショナルジオグラフィック公式日本5サイト。 http://www.nationalgeographic.co.jp スラッシュニューススラッシュニュースアーティクル php ファイル id イコール201億1060万2000にエクスパンドタイトル2011年6月11日閲覧ナディアドレイクサブタレーニアンワームズフロムヘルネーチャー .com http://www.nature.com スラッシュニューススラッシュ2011スラッシュ110601スラッシュフルスラッシュニュース .2011.342.html2011 年6月12日閲覧 ?abg ボルゴニーエガルシアモヤノ、d リトハアー w バートエベスターイバン、ヘアドン、c モーラー、ネマトーダフロムザテレストリアルディープ。 サブサーフェイスオブサウスアフリカ、ネイチャー c o m http コロンスラッシュスラッシュ www.nature.com スラッシュネイチャースラッシュジャーナルスラッシュ v474 スラッシュ n7349 スラッシュフルスラッシュ natur e09974.html2011 年6月12日閲覧。ありがとうございます。